はい、こんにちは。JAXA のマイチャンネル前原です。違う違うね。マイチャンネルで普通の。冗談です。すいませんね。はい、びっくりした。ですって言わないからさ。うん、はい、よくね、うちらね、JAXA の、筑波宇宙センター行きますね。うん、この前も行ってきまして、宇宙食とかをもろもろ買ってきましたね。はい。はい、今日はね、これをちょっと食べながらいろいろやっていきたいんですが、うん、他にもですね、宇宙ガチャ。そう、宇宙ガチャは、これは、今年の相模原キャンパスの方の特別公開、はい、行った時に買ってきたやつ。うん、1個540円、これはね。うん、はい、で、こっちは？こっちは、この間、筑波宇宙センターに行って買った。そうそう。これはね、宇宙博とかにもあったガチャだから、よくあるやつかな。うん、はい。そして、これ。そう、これ、スペースブランケット。うん、これ知ってますかね、皆さん。わかんない。これ NASA が開発した、こうね、フィルムなんだよね。で、表が金色で、裏が銀色なんだって。うん、で、金色を表にしてこうかけると、あったかい。で、逆に、暑い時に、銀色を表にしてかぶると、涼しくなった。ほう、超便利な、そう。うん、やってみようね、うん、超便利なこのスペースブランケット、これも買ってきました。実はね、これ1個家にあるんだけど、うん、それはね、緊急用に、うん、なんか災害があった時に使えるかなと思って、それは取っといてあります、はい、でこれもね、今回開けて捨てるんじゃなくて取っときましょう、はい、うん、万が一のために使えるんでね、うん、じゃあまずはどれから開けましょうか。まずはこの宇宙食から開けましょうか、うん、じゃあ宇宙食のバニラアイスから開けましょうか、うん、はい。ちなみに前ね、うん、今年の春かな、うん、筑波宇宙センター行った時にも、うん、これ買ってね、エイシンくんすごいハマっちゃってね、うん、うまいってね、すごいうまくてね、そう、それで車の中で2個も抱いちゃったね。そうそうそう、すごいお昼ご飯っていう代わりになっちゃった、ね、そうそう、ね、その時はたこ焼きだっけ、お好み焼きだっけ、お好み焼きと確かたこ焼きとお好み焼きだったと。そうだね。アプリも食べたね。アプリも食べた、うん、このような感じになっておりますね、うん、これまあたまたま割れちゃってるけど、うん、まあこの割れてる部分を取って食べましょうか、はい、こういうやつですね、うん、まあ、クッキーというかラムネみたいな感じになってるんだけど、うん、食べてみよう、はい、食べてると唾液と混ざって、でこれの場合はアイスなんだよね、うん、まあ冷たくはないんだけどさ、うんうん、冷たくはないんだけど、うん、味はアイス、うん、うまい、うまい、うまいんだね、これ、うん、とっても美味しい、うん、そりゃね、宇宙飛行士の、ね、皆さんだってね、うん、宇宙行ったからってさ、美味しくないもん食べたくないもんね、うんうん、最近のやつ、本当によくできてると思うよ、うん、昔食べたね、宇宙食、本当になんか美味しくなかったような感じするもん、今の方が美味しいんじゃないかな。あ、チョコレートケーキはまた違うよ、ほら、あら、ケーキになってる、チョコレートケーキこんな風になってるね、ちょっとびっくりしちゃった、うん、完全に同じもんが出てくるかと思ってたからさ、うん、これケーキじゃん、あ、硬い、硬いケーキになってる、なるほどね、あ、もうかぶりつくしかないね、うん、かぶりついてください、硬い、なんかカチって、じゃあパパやってみる、うん、パパディーズって、うん、おいしい、うん、でもチョコレートケーキって感じなんだよね、こういったチョコレートケーキっていうよりも、なんだろう、コーヒーケーキみたいな感じかな、ん、変わってるね、うん、完全にバニラアイスと同じようなもんだと思ってたからさ、びっくりしちゃった。では最後に杏仁豆腐いきましょう、うん、杏仁豆腐はこのバニラアイスとチーズコーヒー、あ、これはもう中にそのまま入ってる、こんな感じだ、うん、いただいてみましょうか、あ、取った、うん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 、なってきた、うん、すごい、杏仁豆腐だこれ、お、杏仁の香りする、すごい、うまいね、うん、そうだ、その前にあれだね、これ T シャツも今回買ったんだよ、うん、ジャックさんの T シャツ、これかっこよくない、うん、パパね、最近ちょうどね、宇宙兄弟見始めちゃったからさ、うん、もうすごい面白い、宇宙兄弟、今ちょうどこのジャックさんハマってる感じだね、うん、このスペースブランケットを次開けていきますね、はい、はい、どんな風になるのかな、ねえ、本当に初めて開けるから、おお、うん、このような感じで英語表記で書いてありますね、スペースって書いてあるね、うん、なるほど、じゃあ開けるよ、はい、すごい、すごい、これアメリカで作られたやつのかな、はい、うわ、金ピカ、本当だ、じゃあちょっと広げてみようか、
これハヤブサ2の模型なんだけど、ハヤブサ2のこの周り、うん、人工衛星の周りって大体ね金色のフィルムで覆われてるんだけど、うん、これが MLI ってやつで、うん、これ断熱フィルムなんだって、うん、多分これもその断熱フィルムを使ってると思うんだよね、うん、だから同じ技術か同じものなのか分かんないんだけど、うん、でもちょっと楽しみ。ちょっとパパかけてみていい？はい。うまい。ええ。ちゃんもかけたい。一緒に。あ、かけてかけて。あったかい？うわ、あったかい。本当だ。あ、すごい。あったかいね。うん。いや、びっくりしちゃった。こんなに断熱効果あるんだ。うん。すごいじゃん。すごいあったかくなってきた。ねえ。うん。へえ、これすごい。あったかい。今さ、結構。なんかあったかくなってるから今度は逆に反対化してみようか、うん、次はこれね熱を逃がす感じだね、うん、反対化は熱を逃がすから熱くならないはずなんだけどどうでしょう。確かにさっきよりか熱くはないね。そうだね、さっきはあったかかったけど、うん、今熱くはない、うんうん、どうですか。ちょっと顔が出てないけどいいねこれ、すごく折りたためるから、うん、防災の時とかに使えるかもしれないんだけど、うん、うるさいこれ、うん、シャラ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 うるさいから、うんうん、これ使ってるとちょっと嫌がられるかもしれないね、うんうん、でもいいね、うん、この状態でじゃあ宇宙ガチャ開けましょうか。分かったなんでがっかりしてんの、ね、ちゃん。えちゃんも入りたいってこと、うん、あ、そうなんだ。後でしっかり入ってください。1個540円だって。そう、結構高いガチャで買うのためらったんだけど、うん、中にはですね本当に宇宙に行った金属が入ってるらしい、うん、で宇宙に行って帰ってきたやつかな。うん、開いた開いた。はい、これだ。うん、お、はい、中にはですねこちらが入っておりました、うん、ちゃんとね JAXA の証明書まで入ってましたね、うん、ちなみにこちらですね H2B ロケットのフェアリングだって、うん、これ本当に宇宙に行ったやつだって。2012年7月21日に打ち上げられた H2B ロケット3号機のフェアリングだって。一番上に乗ってたのか。そう、ね、ロケットの一番先頭の方、うん、打ち上げから3分40秒後に高度約 120km で分離されたんだって。それを海の上に落ちたやつを JAXA が回収したんだって。おお、すごいね。本当に行ったやつなんだ。行ったやつ。はい、うん、そしてこっちの普通のガチャも開けましょうか。はい、これ普通のガチャ先にやるべきだったかな、もしかして。しかもねこれちょっと見えたんだけど、うん、H2B ロケットだってH2B ちょうどよかったよ。だってこれだもん、これこれ。おお、はい、こちらですね H2B ロケット、うん、まさにこの H2B ロケットの先端部分、うん、ここら辺に塗ってたんだよね。そう、これが、バラバラにぶっ壊れたやつがこちら、うん、宇宙ガチャでございました、うんうん、いや、よかったね。うん、うん、本当にこれ超貴重だよ。うん、関連性のあるものが出てよかった、うん、はい、ということで今回はですね JAXA に行ってきた時に買ってきたいろいろ諸々をですね紹介しました、うん、パパはね宇宙とか好きなので今後も多分 JAXA、行くと思いますので、はい、うん、これエジン君も宇宙好きだしね、うん、いろいろ勉強がてら行くのもいいと思いますよ、うん、はい、このスペースブランケットすごいね、うん、これね、筑波宇宙センターに売ってますし、他のジャックスの施設でも多分売ってると思うので、うん、ぜひね気になった方買ってみてください。これすごくあったかい、うん、はい、ということでですね今回の動画がですねもし良かったなとか面白かったなって思う方はですねぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、はい、そしてチャンネル登録をしていただくとマイチャンネルが YouTube のチャンネル登録の一覧に出てきますので、うん、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、はい、あとコメントももらえると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。